今回は、織田信長を討った明智光秀と、備中高松城から引き返してきた羽柴秀吉が激突した、山崎の戦いを解説します。天正10年、明智光秀が本能寺の変を起こした時、織田家の武将たちの動静は次の通りであった。柴田勝家は、越中大津城で上杉軍と交戦。滝川和正は、上野前橋城で北条軍と対峙。織田信孝と丹羽長秀は、大阪の堺で、四国征伐軍編成中。織田と同盟を結んでいた徳川家康は、堺で見物中だった。羽柴秀吉は、高松城にこもる毛利軍を包囲中だったが、6月3日に本能寺の変の知らせが届くと、信長の死を隠し、清水宗春の自陣によって、高松城を開城する和議を毛利と結ぶ。4日に秀吉は、堀尾義治、八須賀正勝を立ち会い人に、宗春の自陣の見分を行い、翌5日から6日にかけて撤収すると、7日に姫路城、11日には尼崎を通過し、機内へ急行した。一方、光秀は混乱する京の治安維持にあたり、武田元明、京極高次らの軍を近江に派遣。地盤固めで近江を優先した理由は、光秀の居城である坂本城と、織田の本拠地である安土城の周辺を抑え、織田家中で一番力のあった筆頭家老、柴田勝家への備えをするためだったと考えられる。近江は、光秀の誘いを拒絶し、瀬田橋を焼き落とした山岡兄弟の居城、瀬田城と、蒲生片秀、安秀伏の居城、日野城などを残し、平定された。また近江平定と並行して、有力大名に加勢を呼びかけていたが、宴席であった細川藤隆、忠興伏は、信長の喪に服すとして剃髪、中立の立場を取り、光秀と親密な関係だった筒井順慶も、積極的に動かず、秘密裏に、秀吉に寝返った。このような状況の中、10日に秀吉が接近していることを知り、京への最終防衛ラインにするため、淀古城と昇龍寺城の修築に取り掛かった。しかし、予想よりも早い秀吉軍の進軍に、光秀は、十分に戦の準備ができず、2倍から3倍の兵力差で、戦いに臨むことになってしまった。一方、羽柴軍には、高山右近をはじめとする、摂津州の多くが味方し、四国征伐軍の編成のため、大阪にいた織田信孝、丹羽長秀も合流した。また、信長の側近であった津田信澄が、光秀の娘婿であったため、謀反は、信澄と光秀の共謀であるという噂が流れ、噂を聞いた織田信孝、丹羽長秀が、秀吉が到着する前の5日に、信澄を襲撃し、大阪城前岸櫓を攻撃した。信澄は防戦したが、丹羽家家臣、上田重康によって討ち取られ、信孝の命令で、堺の町外れに晒し首とされた。享年は25とも28とも言われる。羽柴軍は、12日に飛んだで軍議を開き、山崎を主戦場と想定した、作戦を決定した。いよいよ山崎の戦いが始まろうとしていた。両軍は12日頃から延命寺川を挟んで対峙。羽柴軍は中川、高山が最前線に着陣、池田恒興らが右翼。黒田義孝、羽柴秀長、神子田正春らが、旧西国街道に沿って布陣し、秀吉の本陣は後方の宝石寺に置かれた。一方、明智軍は、
伊賀の山古墳に光秀の本陣を置き、前面に、斎藤利三、厚地定行、川内周、旧幕府衆らが東西に渡って防衛線を張り、迎え撃つ布陣だった。山崎は、沼地が広がっていたため、大軍が通過できる場所は限られていた。明智軍がその出口に蓋をした形となっている。6月13日、午後4時、秀吉軍の中川清秀が天王山の山裾を横切って、高山隊の横に陣泥棒と移動をしていた時、明智軍の伊勢貞興が襲いかかり、戦いが始まった。それにこうして、斎藤隊も高山隊に攻撃を開始した。攻撃を受けた中川、高山両隊は、秀吉本隊から堀秀政の手勢が五詰めに到着したことで、なんとか持ちこたえた。天王山麓に布陣していた黒田、秀長、神子だらの部隊は、中川、高山両隊の側面を突くため進撃してきた。明智軍の松田正親と川並駅家と交戦。攻防が続く。戦局が動いたのは1時間後の午後5時。淀川沿いを北上してきた橋場軍の池田恒興、元助伏と加藤光康が、遠陽寺川を渡り、津田信春を奇襲。津田隊は大混乱に陥る。そして丹羽隊、信孝隊も右翼から一斉に押し寄せ、光秀本隊の側面を突いた。これにより苦戦していた中川、高山両隊も斎藤、伊勢両隊を押し返し、明智軍はやがて総崩れとなった。光秀は昇竜寺城に退却。主力の斎藤隊は戦線離脱。松田正親、伊勢貞興らが乱戦の中で討ち死にした。一方、橋場軍は、前線部隊が消耗し、日没が迫っていたため、追撃はできなかった。しかし、明智軍は士気の低下が著しく、昇竜寺城は多くの兵を収容できない城だったため、兵の脱走が相次ぎ、わずかな兵数となった。そこで光秀は、昇竜寺城、とかに脱出し、漁城、坂本城を目指したが、道中のオグルスの藪で、土民の落ち武者狩りに遭い、竹槍に刺されて絶命したとも、家臣の解釈により、自刃したとも伝えられている。秀吉は、翌日に昇竜寺城に入り、堀秀政を大見への交通路遮断と、光秀捜索に派遣した。14日、光秀の御詰めのために出兵した、明智秀光を迎え撃ち、撃破。秀光は敗走し、坂本城で防戦したが、国行きの刀、義光の脇差し、魚道の墨跡などの名物がなくなることを恐れ、堀秀政の一族、堀直政のところへ送った。14日の夜、秀光は光秀の妻子を刺し殺し、自分の妻も刺殺した後、未曾有とも、明智光忠と共に自刃した。中川、高山両隊は、丹波亀山城に向かい、光秀の息子明智光義を自刃させ、城を占拠。大名としての明智氏は滅んだ。京に入った橋場軍は、16日に長浜城の妻木のり方、沢山城の荒木幸茂、山本山城の厚地定行、定広伏、山崎片江らの逃亡又は降伏によって、近江を平定。17日には斎藤利三が、潜伏先の片田で生け捕りにされ、六条河原で処刑された。清須会議後の7月19日に、最後に残った光秀方の武将である、武田元明が丹羽長秀に攻められ自刃、京極高次は、
妹または姉の辰子を秀吉に差し出して降伏した。秀吉は山崎の戦いに勝利した結果、清須会議を経て信長の後継者としての地位を固め、天下人への道を歩み始めた。